子が見ておる。あなたの命の始まりと終わり、私がその身を刻んであげる。燃えるまな子が見ておらず。あなたの命の始まりと終わり、私がその身に刻んであげる。あなたの命の始まりと終わり、私がその身に刻んであげる。超究極キャラアゾットのステータスこのようになっております、はい、まずアビリティから見ていきますと、アンチダメージウォール、そしてゲージでアンチ魔法陣とアンチ減速壁、所持しておりますので3つのギミックに対応できると、はい、そして状態上回復、リジェネ M かっこラック、そして友情コンボ乱回復弾と、はい、かなりサポート性能の高いですねステータスとなっておりまして、今回ですとサマー本日行かせていただいたんですけども、結構高難易度のクエストでもサポートとして活躍してくれそうですよね。嬉しい。そしてストライクショットが触れた味方のスピードと友情コンボ威力を一定期間アップ、こちら16ターンで打てる新 SS となっておりまして、先ほどからねサポート言ってるんですけども、ここのストライクショットでもこの2つ一定期間アップするのめちゃくちゃ大きいですよね。いいですよね、なんか友情コンボ強いキャラと一緒に行ってだったり、スピードのねもともと速いキャラとまた行って、ね、攻撃しやすくなる、動き回ったりと、いろいろね使い方ができそうな、アゾットとなっております。そんなアゾットですが、長期曲クエストをクリアすると長期曲風へ挑戦が可能となります。そして長期曲風をクリアするとクリアボーナスとしてこちら、イラストが異なるアゾットが英雄の証を所持した状態でゲットすることができます。こちらのイラストも可愛いので、長期曲風頑張っていきたいところですね。はい、頑張りましょう。以上、新長期曲キャラアゾットを紹介してきました。バイバーイ。